はい、どうもドラマ NDB です。今回はね、ゴーストとうとう星5にしていきたいなと思います。せっかくなんでね、この新しいイベントモードエイムアシスト付きのねゲームモードでやっていきたいなと思います。これねゲームエイムアシストのやつやばくて、今全く触れてないんですけどね、こんな感じでねエイム合わせてくれるっていう、全く触れてないんですけど、これがね本当にすごくて、まあ、カツオサバでね、入ってやるだけでね、まあ周回効率もねだいぶ上がって、まあ、楽と、とにかく楽なんだね、一番でかいですね。でまあこれでね、ミオキャットも、今ゴーストの時にね、星5にするキャラなんで上げてるんですけどね、雪玉じゃなくて歯車3つぐらいから、もう星4ぐらいまでね今このずっと周回して上がってて、はい、というわけでねゴーストもね星5オレンジになっていくと、いった感じでね、こんな感じで無限にね、試合終わった後に抜けることで、でまあそのサーバーにね、誰もイベントモードやってる人がいない場合、もう一回アセルトマップって感じで、この無限に、新しいアセルトマップをプレイすることができると、まあ一回勝ったらね、70はね、まあ、ほぼ確実にもらえるんで、まあ、人がいなければ、まあ一試合、どんぐらいで終わるんやろな、ちょっと数えてないんでわからないんですけど、まあ一試合で70経験値、うん、ブーストかけてなければ35ぐらい、うん、だいたい。もらえるんで、まあ、かなり、効率いいんじゃないかなと。しかも、エイムアシストついてるんで、まあ、敵がね、来ても、エイムアシストで、エイムしてくれて、ケアしてくれる。うん。まあ、とてつもなく楽と。今、触れてないんですけど、全く触れてないんですけど、こんな感じでね、エイムしてくれるんで、めちゃくちゃおすすめですね、個人的には。うん。まあ、普通の試合でやるというよりかは、まあ、経験値稼ぎとか、まあ、ゴールド稼ぎ、うん、まあ、キルレ稼ぐ人はあんまりいないかもしれないんですけど、まあ、キルレね、あげたいなって方はでもね、まあ、おすすめなんじゃないかなと。で、武器は、まあ、とにかく、うん、連射武器が一番いいかな。周回なんでね、やっぱり。うん、周回できる連射武器が一番いいかなって感じで、また終わると。まあ、じゃあ最後にね、今使ってるミオキャットですね。今、星4オレンジなんですけど、まあ、もうちょいでね、星5オレンジにできるって感じでね、まあ、次回以降ねまたね、星5オレンジにしていきたいなと思うんですけども、まあ、こんな感じで、まあ、このキャラには AT を持たせてると、 AT のこのおすすめの理由はですね、このエイムアシストが、体なんですね、あの狙ってくれるのが頭ヘッドじゃなくてボディなんで、ボディダメージが一番高い武器なんやねんってなったらこのね、AT なんですよね。ヘッドショットダメージは、ジギーが連射武器の中では一番上なんですけど、60何歩、うん、60人ぐらいかな。なんですけど、まあ、ボディダメージだったらね、この AT12。ダイヤ200じゃないな。ダイヤ何歩やろ。まあ、結構な値段で買えると思うんですけど、まあ、この武器が、僕半額の時に全キャラに買ったんで、まあ、全キャラに持たせてるとって感じで、一発、適正距離で40に入りますね。これが、まあ、周回に一番いいんじゃないかなって、基本的には思います。ハンドガンはまあ、何でもいいかな、うん。基本的にハンドガン使わないんで、うん、やっぱりエイムアシストもついてるんでね。まあ、とにかく、ハンドガンは近接武器でもいいくらい。ただ、この場所に移動するまでに、できるだけね、時間をロスしたくないんで、まあ、一番軽いフォークとかでも全然いいかなって思います。というわけでね、今回はね、この試合でね、ゴースト、星5。にすることができたんで、終わっていきたいなと思います。次回は、まあ、このミューキャットがね、星5レンジになると思うんで、まあ、次回ミューキャットかなって感じで。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!